今から LINE のグループを作りましてですね、これがいかに便利かっていうのを説明させていただきます。はい、こちらですね、まず友達のとこをクリックします、まあ、パソコンでしますけど、これはスマホでも同じですね。で、私は今ポケモン関連のね、関連ってこれ株ではなくてゲーム関連の情報をですねまとめようと思いまして、でこちらを LINE グループの方を作成します。はい、と入れましたと。でこれで、まあ、確認で入れますよね。はい、そうしたら私のグループにですね、あれ、あ、いたいた、これポケモン GO 関連情報で1人のグループができました。でここでですね、面白いのがですね、このアルバム機能ってのが面白いですね。はい、アルバム機能とは何なのかですけどですね、ごっちゃになりますね。ですね、まあこれでいいと。はい、でアルバム名はこれだよと決めました。でこれに対してこのアルバムをですね、これを入れます。うん、でこれで完了っていうことですね。このアルバムですね、ちょっと他にも入れてみましょうか、試しにね。で私の今パソコンですね、今日ようやく綺麗にしました。でこうすればこのデータっていらないですよね、もうクラウド上に投げたんで、この今映ってるですね。でまあこれをこれですね、これを今グループに投げましたんで、もうこれはいらないですよね。でこういったことをやってましたね、今日結構かかりました、 4,5 時間かけてね。でようやく パソコンのですね、まあこれでパフォーマンスが上がってるんじゃないかなと思います。これをですね、まあコピー貼りと。でついでなんですけども、 Google フォト、こちら便利なんで使ってみてください。うん、 Google フォトはですねめっちゃ便利です。何が便利かっていうと、携帯のデータベースアルバムが壊れてもですね、スマホが壊れてもそのままこっちに情報をクラウド化していることによって、でスマホ自体のね、写真データとか、スクリーンショットの、ね、データをですねこっちに飛ばしとけばですね全然問題ないです。例えば私であればこれ、こちらをとかですね、まあ、名前をつけて保存とかでして、まあ欲しい時はこっちに戻せばいいわけです。これ、はい。でこんなことをしながら、要はパソコン本体のですねパフォーマンスが上がるようにしました。でこれも試しにねやってみないとわかんないんでね。でアルバムがどうなるのかっていう話なんで、で LINE のアルバムに、ここに、ここ LINE のアルバムなんでね。で2枚目で3枚目で4枚目とを入れましたよと。はい、でこれがどういうものかって言いますのですね、これね、まあ、これ追加してアルバムで画像だけ撮れるんですよ。はい、アルバムで画像だけ撮れます。なのでめっちゃ便利なんですよ。うん、だからどういそうですね、どんなものに使いますかね。普段でしたら物の管理とかね、例えばその会社員をやられてて、で物がですね、情報ってのが例えば文字でやると分散するんですよ。
芳香剤って言われた場合に、その芳香剤はですね、個人個人によって違うし、香りも違うしっていうことで、それを情報を一括化するのにですね、とても便利です。はい、写真をこれを拾ってあげて、でこれを同じことやればいいんです。スマホであればそれでスクリーンショットをしてあげて、でこれをそのまた戻してあげると。でクラウド上にデータがあるとめっちゃ便利なんですよね。まあ、アルバムでですね、こういったものが全部ある中でですよ、これをその場でねクリックしてあげて、まあ、スマホであればタップしてあげて、でそれをスクリーンショットでその人に渡してあげると。でグループはグループで、会社員のグループでしたらそちらで作っていただいて、でそこに投げていただくだけで、もうそこのスマホにですね、この画像データが必要なくなるわけですよ。うん、でどこにあるのかっていうのは分かるじゃないですか。会社のグループ内にこれを集めてるアルバムっていうところにあるから、まあ口頭で、まあ、それを買ってきてと、うん、LINE グループのあそこにそれを投げたから これと同じものを買ってきてと、でつなぎでどこどこの店で買ってきてくれとか、うん、そのなんていうんですかね、画像にですねそれが表示できる落書きをして残すやり方もあると思うんですけども、いかんせん私はそのスマホにで落書きとか、っていうのをやったことなくて、そこのですね、まあ、やればできるんですけど、うん、それを要はその女性とかやるじゃないですか、久しぶりって言ってプリクレとかでカシャって撮って、でそれをなんか何らかの形でスマホでね吸い上げをして、うん、待ち受けにするとかね、うん、でああいうのですね、だからまあああいうなんていうのかな、いたずらっぽいところを使いってこれに画像に反映させてどこどこの店だよってつけたら、もうすごい情報の処理のねスピードが上がると思うんですよ。口頭でゴニョゴニョするよりは一括で、うん、ここで管理してるからとか、でこのグループが会社員の会社のグループであれば、それをみんなで見れる状態になるんですよ。ってことは何が起きるかって言ったら、そのいらない画像をアルバムはクラウド上で消すことができるんですよ。仮にその商品が変わった場合にですね、こちらのデータをクラウド上のデータを消してあげればいいわけです。クラウド上のデータを、まあ、これいらないやと、いらないからと削除しようと、イエスと。そしたらですね、もうここにそれがないんですよ。ゴミ箱に入れてそれをゴミ処理場に持ってってとか、ゴミ庫に持ってってとか、それがまたゴミ屋さんが取りに来てとかっていう、でっかく言えばそんな作業になってしまうんですよね、紙ベースにするっての。でそれをデータベース化することによって、これだけですね、データ処理が楽になる、ゴミは出なくなる。ゴミが出ないってことはコピー用紙なんかも買わなくていいんで、まあお金かかんないですよね。お金かかんないどころか、全部紙ベースでやってたとこなんかは場所も取らなくなるわけですよ。でいかにスペースを生かすことができるかっていうことにも特化してるんですよね。情報がまとまりやすい、そしてゴミ処理場ですね、ゴミも出ないからゴミ箱に行くこともないし、ゴミ箱に行くことがないってことはそれを回収する必要もないんですよ。あ、ゴミ箱いっぱいだから捨てよう、うん、でこういうね、こういうせっかく無料であるものなんで、まあ、使ってみてはいかがかなと思いました。はい、これがですね、まあ、最近のウォーアップの方でそれが同じことができるかっていうのはまだというか、ウォーアップの方はですね、どうもスクリーンショットが弱いぽいですね、うん、データによってはその取れないデータがある、もしかしたら私のやり方が悪いのかもわからないですけども、こちらもですね、まあ、ウォーアップっていうね、まあ、情報 SNS もあるんで広告収入上がるやつね、うん、こちらもやってみたらいかがかなと思います。はい、念のためですね、その紹介リンクを貼っておきます。はい、ではではご活用ください。